ないかもしれないけど、すごいわ。あ、みんな見てる人いるね。海だね。今日は雨晴らし海岸の方にやってまいりました。ここからですね、立山の景色がいいということで。あ、これ。あ、見えてきたよ。道の駅雨晴らし。あ、これが有名なやつですね。およそ300メートル先、目的地は左側です。あ、この辺じゃない？あ、あれあれ、あの白い建物。あれか。うん。この白い建物、これこれこれ。これが一応道の駅で、駐車ができるようになってるんですが、こっちか。うん。うん、臨時駐車場とかもある。でもそこに一応入れるみたいですね、一台。本当だ。うん。オラー、こんにちは。今日は、雨晴らしに来てます。雨晴らし海岸ですね。道の駅綺麗ですね。どうですか、こういうとこですね。ちょっとまだ見えない、上の方行ってから見える。うん。ここにも自転車置けるんだね。サイクルステーションですな。はい、雨晴らしロードサイドステーション、イエーイイエーイ。じゃあちょっと行きましょう。楽しみ。もう曜日は来れたわ。こちらに越してきて3ヶ月。早3ヶ月。うわー、びっくりした。でも今日見えないな、もしかしたら立山がなく。あ、本当。うん、やっぱさっきの厚い雲がね、かかってきてるかもしれないけど、そうなる関係ね。私はすごく嬉しいな。あ、すごいね、雨晴らし。でも立山やっぱ綺麗に見えないわ、今。あー、そうだね。ちょっと立山は綺麗に見えないね。皆さん見てください。これが道の駅です。じゃあ雨晴らしです。すごいね。なんか芭蕉とか家持ちとか書いてあるね。句が書いてある。こっちも展望デッキなんだ。こっちのも展望デッキだよ。そう、さらに上に行けるよ。おっす。寒っ、てか風が強い。冷たいね。あ、冷たいね。あ、でもすごいわ。なんか座れるところもあって。わー、めっちゃ綺麗。あ、これすごいじゃん。これすごいじゃん。いいじゃない。あ、これはすごいね。まあ、で、でもこっからだとあれだね、なんていうの、島見えないね。海岸で磯遊びもできますよね。やっぱりちゃんと電車取ってくれるとめちゃめちゃいいのにね。ちょっと待ってみよっか。いや、電車の時刻調べてからでしょうよ。ご飯です。土日限定の伊水さんのマスバーガーですね。マスってあの魚のマスですね。フィッシュバーガーですね。フィッシュバーガーですね、はい。あとは国吉 100% リンゴジュース。すごいですよ、果肉とかが、ね、沈殿してて、ね、美味しかった。じゃあいただきましょう。いただきます。今日はちょっと曇ってますけど、晴れてるとこんな感じに見えるそうですね。綺麗に。すごいね。朝焼けはこんな感じですね。
すごいね。あれが道の駅ですね。で、海がまあ見えてきて、ここに線路があります。走ってみよう。義経岩だそうですね。名岩と義経岩とあった。すごいね。すごいね。これはこれはすごいね。ここからも行けるみたい。ちょっと行ってみようか。おお。なんか面白い自然な。自然な岩の形のしているようなしてないような松ぼっくりがすごいいっぱいある。すごいね。なんだろう、あっち側も通れるようになってるんだね。あ、ちょうどこっからすごいよ、見えるよ、ほら。おー、すごいね。すごい景色だね。いいね、この松と相まってね、とてもいいですな。到着しました。はい、見えました。すごいね。いや、いい景色だね。山が見えたら最高だったけどね。ちょっとそこは残念でした。ね、まあまあ、でもまた今度来よう。よしと、よしと。まずそこにいなよ。よいしょ、よいしょ、よいしょと、よしと。もう少し近くで。よしと。すごい海藻が潮が引いてていいですね。あ、すごい、すごいな。これはすごい。
さあ来ました、下駄神社。一宮下駄神社ですね。初めて来たよ。あーすごい桜もね、うん、咲いててね、満開の時だったらまた綺麗なんだろうね。よいしょ、よいしょ、うん、まあ、なんかちょうどいい階段急勾配、うんうん、ちょうどいい勾配な感じ、うん、よいしょ。よしと。よいしょ。ああ。うまく登りました。はい。よしと。すごい広い敷地だね。うん、思ったより。ねえ、なんか向こう側にもなんかいっぱいあるし、なんか。いいなあ、この雰囲気。あれこっちもなんか駐車場なのかな。あら、うん、馬がいる、うん、まあ先にまずは本殿行きますか、ね、お、ご神木、うん、お、すごいね、うん、すごい立派なご神木だわ。あーすごい、はあ、来ました、一宮下駄神社。ね、お、おー、これ桜？うん、これはなんだろうね、これ桜なのかな、綺麗だね。これは桜なのか、うーん、面白いね。あ、これも参拝のルートなのね。こっちの方もね。
感じか。うん、そういうことだね。うん、こんな感じなんだ。なんか駐車場みたいなところ何だったんだろうね、あの広場みたいな、うん、気になるね。うん、あ、この背の高い椿、これ、うん、なんかこんな背の高い、すごい伸びてるよ、ほら、こん、うん、足長、足長だね。なんか岩がある。まだまだ春ってでもやっぱ寒いね、風が、うん、日が当たってないとね、うん、うん、まだまだ普通にダウンがいるよ。おー、寒い。片かごの丘、うん、なんだろう、ここなんか伝承の地なんだね。越中僧者が建立したのね、この鳥居に立つ土壇だって。あ、本来はここにあったってこと、宗鎮守が。本来はこちらだったんだ。こちらが伝承の地だそうです。そこに御神木もね入ってるね。こっち道なんだ。あ、こっからも行けるんだ。不思議万葉コース。紅葉は綺麗なのかな。ね。竹林もあるよ。うん。竹林。ね、竹の子の里だって。入れないけど。うん。すごいね、里山って感じだね。本当ね。すごいね、この竹も。あれも桜なのかな。すごい大きい。うん、あれも桜なのかしら。何なのかしら。おー、すごい。すごい。すごいね。あとすごい竹林。すごい竹林。竹の子栽培でもしてんのかしら。いいね、美味しい季節です、ね、竹の子ちゃんが。水仙とかでもあって、あのなんかさ、桜なのか、え、なんかすごいね。桜なの、あの葉、茶色っぽいの、あの葉っぱ、あれなんだろう、なんだろう、なん、それタバコ不国生命って書いてある。味があるって、なんかね、桜っぽいけどもみたいなね感じだね。でも葉っぱがさ、これは茶色っぽいんだよね。なんか色種類あんじゃない、桜にも。うん、いいね、このなんか農家って感じ。レトロな感じだな。畑もあっていいね。うん、いいな、このレトロ感がいいな。した。じゃあ御朱印もらいに行きますか。あ、来たよ、こっちから。あ、じゃあ行った。高岡方面。さっきから電車ばっか撮ってる。はい、では出発します。目の前にあるのがなんか海浜公園だし、それでここ左ですね。クラウンが。民宿とかが多くなりますね、この辺りは。
者だわと思ったんじゃない。レンタカーで行きます。初心者マーク出てます。本当だ。あ、なんかサーフィンとかしてる。